ヤバ系ダムは、大分県中津市の一級河川山,山国川水系山、うつし川に建設されたダムである。国土交通省九州地方整備局が管理を行う、国土交通省直轄ダムで、高さ62.0メートルの重力式、コンクリートダム。山国川水系唯一のダムで、山国川の治水、利水及び水力発電を目的とした、特定多目的ダムである。 下流にある平成多いとともに、中津市のみならず、福岡県北九州市及び、建築地域の水亀として、重要な位置を占めている。調査段階では、所在地の大技に由来する柿坂ダムという、仮称であったが、着工前に、当地随一の観光地で名称の矢場系より名を取って、矢場系ダムに名称が変更された。ダムカードの名称には、ヤバ系ダムではなく、 ヤバケイダムと書かれている。ダムによって形成された人造湖はヤバケイ湖と命名されている。ただし、ヤバケイの名を冠しているものの、ヤバヒタエイさん国定公園には指定されていない。ヤバケイ湖には噴水が設けられており、ダムの景観も綺麗であるため、中津市の観光スポットとして知られている。1994年には日本初の公営水上スキー施設である。 ヤバ系アクアパークがオープンしており、水上スキーに加え、ウェークボード、バナナボートなどを楽しむことができる。かつては冬場は休業していたが、2006年からは通年で営業している。ありがとうございます。